FC ステアウアブカレストと FCSB はルーマニアブカレストを本拠地とするサッカークラブ。以前は FC スターウアブカレストであったが2017年4月から現在の名称となっている。現在リーガ1、ルーマニア1部リーグに所属し、過去に26のリーグ、22のルーマニアカップ、6つのルーマニアスーパーカップを獲得するなど、 ルーマニア国内において最も成功した区部である。また UEFA チャンピオンズリーグの前身である UEFA チャンピオンズカップを制した東欧勢初のクラブでもある。クラブは1947年6月7日、ルーマニアの王室の数人の役員の主導により、ミハイラスカル、ルーマニア国防省の承認を受けて王立軍のクラブとして創設された。当初のクラブ名は、 ASA ブカレスト、エイソシュシャスポーティバ A、アーマテブクレッシュと、また7つの部門、サッカーを含む応用する総合スポーツクラブでもあった。その後、政変が起こり共産主義政権が樹立したことで1948年に、c s シア、クラブルスポーティブセントラルアルアーマテ、1950年に、CC、カーザセントララ A アーミーティーと解消された。 1961年にクサスターウアブカレスと、クラブルスポーティブアルアーマテステアウィに解消された。クラブの新しい名前、ステアウアの由来はルーマニア語の星を意味する言葉であり、赤軍の象徴である赤い星から採用された。1980年代に、エメリック・エネーエとアンゲル・ヨルダネスクの指導の下で、印象的なチームを築き上げた。 1986年5月7日にセビリアで行われた UEFA チャンピオンズカップ決勝においてシーバルセロナを下し同タイトルを制した東欧初のクラブとなったさらに同年の UEFA スーパーカップにおいてディナモキエフを破り国際タイトル2冠を達成したクラブはその後チャンピオンズカップにおいて1987から88にベスト4進出 1989年に準優勝する東国際試合において安定した力を維持した。ルーマニア国内においても4度のリーグ。1985から86。1986から87。1987から88。1988から89。と4度のカップ戦。1984から85。1986から87。 1987から88、1988から89を制した。また、1986年6月から1989年9月にかけてリーグ戦104試合無敗記録も作り上げた。1989年のルーマニア革命によって共産主義政権が崩壊したことで、軍は旧政権とのすべてのつながりを断つことを決定し、 1991年に、象徴を、従来の、星のデザインから、わしがデザインされたもへ変更されたが、2003年に1974年から1991年まで、使用したエンブレムに戻した。また革命後は開かれた自由市場を国家にもたらし、それに伴いゲオルゲ・ハジラ有力選手たちは、西側のクラブに移籍していった。これ以降ヨーロッパのカップ戦においては、 苦戦を続けているが、国内では、安定した地位を維持し続けている。現在のオーナー、ゲオル・ゲベカリは不動産業で蓄財した、資産家、政治家で利、ステアウアへの多額の投資を行う一方、頻繁に監督を解任している。1998年に、サッカー部門は、ヨーロッパサッカー連盟の規則に従うために草・ステアウアから独立して、FC ステアウア・ブカレスと、 ホトブルクラブステアウィに解消し、AFC ステアウアブカレストと呼ばれる、非営利団体によって所有されることになった。それとともに、かつての星のデザインされた象徴も復活させた。現在、軍との直接的なつながりは、ルーマニア国防省が所有する、ステイディオとなるウェアを、ホームスタジアムとして使用するだけである。2014から15シーズンは、リーガ1、クパロムニ パリギーで優勝し、し史上初の国内3冠を達成した。ステアワアの名称の優先使用権を持つ軍からチーム名の変更を求められ2017年4月よりチーム名を FCSB に変更しているクラブ創設時にはルーマニアの三色機を模した金色と赤のシャツに青いパンツを着用していたが王立軍のクラブから国軍のクラブへと移行した際に 黄色だけは除外され青と赤が公式色して残った。現在は赤いシャツに青いパンツ、赤いソックスの組み合わせが基本であるが、他のパターンもある。ホームスタジアムはステイディオとなるステイアウィ、ゲンチェアを使用する。1974年4月9日に開場されたサッカー専用スタジアムで当初の収容能力は3万人であった。1991年に スタジアムは改修工事を行い、ベンチシートから戸籍へと変更された。これにより、収容能力は28,139人に減少した。またその際に、夜間照明システムや VIP 専用ボックスも設置された。ルーマニア代表もこのスタジアムを使用し、1977年3月にトルコ代表との試合が行われて、 以来59回の国際試合が行われた。クラブの最も重要な試合は、ディナモブカレストとの試合である。両クラブはルーマニアにおいて、最も成功したサッカークラブであり、この一戦は、マレレダービー、グレート、ダービーと呼ばれ、人気を得ているが、サポーター同士の衝突もたびたび起きている。また、ルーマニア軍、ステアガオ、支援と内務省、ディナモオー支援の代理戦争でもある。 2019年8月11日現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。